ハンバーガーが食べたいよ、メル。作っちゃおっか。よし、作っていきたいと思います。はい、というわけで本日はかなり緩い動画でお送りしたいと思います。題してアラサーの休日。いやー、ちょっとね、ハンバーガーがどうしても食べたくなって自分で作ろうと思い立ったわけです。やっぱりね、強力粉と薄力粉で割るとね、生地がふわふわになるのでね、今回は全粒粉で割っていきたいと思います。もうね、料理作るのが楽しいというかさ、こう趣味がなくなってくると料理が楽しくなってくるみたいな現象ありません？私はかなりある。大人になってからの方が料理好きになったかもしれないですね、うん、というわけでね、引き続き作っていきますよ。ハンバーグ。火はもう今日で限界を迎えている色をしている。はい、というわけでね、今度はね、中身を作っていこうというわけなんですけれども、かなり私事ではあるんですが、私の YouTube チャンネルがですね、なんとついに5000人登録者数突破しようとしています。今間近です。本当に皆さんあっての瀬戸セイラです。ありがとうございます。年内1万人を目指しているので、まあ、これからも頑張っていきたいと思いますというね、その前祝いのハンバーガーです。というわけでね、そろそろパンの一次発酵が終わろうとしています。発酵完了、一次発酵です。すごい、いや、すごい、うわ、ワンブラ空気をしっかり抜きます。えいすごい、ふっかふか。このね、時にしっかり空気を抜いてあげると中になんか変な大きい気泡とかが入らないんだって。すごい。ごまをまず、アンパンみたいなね、黒いの乗せると濡れた布巾で二次発酵です。あー、殻が入る。これ殻が入りました。めちゃくちゃ汚い卵焼きができている。おお、これを今度180度20分で焼いていきたいと思います。おいしそう。これをハンバーガーにしていきたいと思います。レタス、はい、ピザソース、ハンバーグ、卵、たっぷりかけちゃおう。粒マスタード、トマト、他とは絶対美味しいでしょう。ほっ、おお、やったー、ハンバーガー。昨日から超食べたかったハンバーガー作ったよ。食べていきたいと思います。今回はね、ポテトも作りました。これサラダ、うん、おいしい。うん、ポテトおいしい。これかぶりつこうかな。やばい、このボリューム。いただきます。おいしい、めちゃくちゃおいしい。うまい。ハンバーガー超テンション上がるよ。うん、これパンがおいしい。全粒粉にしてよかった。ちょっと逃げたアボカド。うまっ。なんかさ、高く積むの夢だけどさ、積んだら積んだ分だけ食べづらいね。逃げちゃいそう。いけるかな。うん、しかも卵半熟なの。落ちた。うん、おうち時間さ、みんなさ料理に凝ってるんでしょ。結構粉物が手に入んねんだよね、スーパー行くと。いまだに手に入んないよね。ホットケーキミックスとかさ、全世界から消滅したのかって思われるぐらい入んないよね。ちっちゃい頃はさ、なんかマクドナルドがハンバーガーだと思ってた。ちょっと高いとこ行くとさ、ハンバーガー感動するくらい美味しくない？私超感動する、毎回。もうその論で行くとさ、自分でこさえたハンバーグうまいに決まってんじゃんって感じだった。愛おしい。もうルックスも愛おしい。このさ、断面も最高だよね。萌え断、萌え断、うまっ。体にご褒美。よくさ、一人暮らしをするとなんか母親のありがたさがわかるとか言うじゃん。私ね、もともと料理がすごい好きだったから、なんかそうでもなかったんだよね。いや、ありがたさはわかるよ、ありがたさはわかるけど、その家事がうんぬんみたいなのは全くなかった。うん、
これパンうますぎんだけど、マジ天才なんじゃないかな。今作りたいもの、作りたいものはそば。そば作ったことない。あとベーコン、ベーコンね、ちょっと家広くないと難しいよねベーコン。燻製系やってみたい。ハンバーグうま、うんふん、このパン実家に送ってあげたいな。うちの母がパンが好きでさ、うん。美味しかった。あとちょっとだけサラダが残ってる。自粛が解除されたら行きたいお店、串揚げ。串揚げとか外じゃないとさ食べれないよね。いや家によるよ。うち火ないから今回のポテトフライが限界値だった。これ作るの何時間かかったかな。6時間。暇人かぐらいかかったよね。6時間かかった。私15分で食べ終わった。やば。はい、というわけでエンディング撮り忘れちゃったんですけど、ハンバーガー超美味しかった。ぜひ皆さんもおうちジャンクフードやってみてください。というわけでアラサーの休日だったね今日ただの。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。いやーほんとさ、食が充実するだけで毎日が充実するよね。瀬戸セイラでした。バイバイ。